こんにちは、高岡防災です。防災アドバイザーで元消防士の私高岡がいつもは防災講座をお送りしてるんですけども、今日もちょっとサボって楽しい方向に行ってしまいました。ごめんなさい。防災からちょっとそれて、今日は消防と民間企業のコラボの話、これをします。いや、急に高岡なんでコラボの話すんねん、どうしたと。元消防士ならわかるけども、どうしたと思われるかもしれませんが、きっかけがあってね、これ私今月兵庫県の消防学校に呼ばれて2時間枠で講師したんですよ。で、その講師した内容が消防のコラボも含めた消防の広報、防災の広報の話だったんですよ。そう、私ね、これ言ってなかったですけど、昔って消防とかお役所とかが民間企業とコラボして商品出すってあんまりなかったんですよ。で、その中で私がもう消防と民間企業のコラボをゴリゴリ提案しまくってめちゃくちゃいっぱいやったんですよ。で、私も自称って書いてるけど、どう考えても実績で言ったらもう一番やってるんで、全消防士十何万人の中で私がトップなんですよ、多分ね、これね。そういうのもあって呼ばれたんですよ。まあ私トップというか、もう上司のおかげです。当時の上司にも恵まれてやらせてもらえたんで、その時の話ができるから呼ばれたんですよ。なので思い返したら、あれ2時間枠でスライドめちゃくちゃ作ったなと。作ったスライドもったいない。これこのまま喋れるから、かといっても2時間喋るなんかないけどね。私今から子供のご飯作らなきゃギリギリの時間に収録してるんで、これは作ったスライドもったいないから、2時間全部やらないですよ。短く前半だけ触りだけやりますけど、そこだけでも結構、ね、面白いんで見ていってください。もう今日は息抜き会なんで、はい、じゃあ行きますね。私兵庫県の消防学校の講師になった感じで今から喋っていきます。さあ行きましょう。それでは研修スタートです。はい、それでは消防広報について今から行かせていただきます。今日お話しさせてもらうのは、私防災アドバイザー元神戸市消防局の高岡武史41歳です。よろしくお願いいたします。はい、簡単にね、私の自己紹介というか経歴紹介させてください。私なんですけども、つい先月まで神戸市消防局で働いてたんですよ。で、階級としては消防司令補でした。で、つい先月末辞めて、もう辞めたてほやほやみたいな感じで今ここに来てます。はい、で、実は消防の前にも実はサラリーマンしたことがあって、江崎グリコっていうお菓子の会社あるじゃないですか。あそこでアイスクリームの商品企画の担当してたんですよ。で、具体的にはまあ何個か商品担当したんですけど、最後の方はね、パピコっていうチューチューするアイス、わかりますかね、あれの季節ごとの味、なんか秋だからぶどう味出そうかとかいうのがあるんですけど、それを次何味にするかみたいなのを考えるみたいな仕事も最後してました。はい、で、そういう仕事してたのもあるし、でもちょっとキャリア結構変わってて、経歴変わってるんですよ。大学時代に自衛隊行ってたりとか、あとその阪神淡路大震災で自宅が全壊したとか、まあ、こんな人間がね、今日は一応防災アドバイザーとしてここに来てます。で、なんでじゃあこんな変なやつ今日読んだんやという話なんですけど、まあ、この3つかなと思ってて、コラボ商品、まあ、兵庫県の消防されてる皆さんもご存知だと思いますけども、神戸市消防局ってカシオとコラボして G ショップとか作ったじゃないですか。アンダンとかね、いろんな商品コラボ企画あるんですけど、ほぼ大体全て私が立案してたんですよ。で、やってたっていうのがあるんで、このまあ実績があって、しかもコラボの企画除いてもいろんなね、広報企画やってて、で、そこそこね、全国版のテレビとかローカルテレビとかもいっぱい含めて取材めちゃくちゃ撮ってたんですよ、当時。まあ、その実績もあると。で、ついでに最後言うと、災害対応広報、大きな火事とか大きな事故とかあったら、もうじゃんじゃかじゃんじゃかマスコミから消防に電話かかってくるじゃないですか。その時の電話番というか、電話を受けて、まあ、マスコミに対応するみたいな仕事も一部してたんで、そのお話もできるということで、今回、まあ、高岡がこの消防広報っていうね、広報枠の授業を持たせてもらってるのかなと思ってます。はい、で、今日お話しする内容なんですけど、まあ、一つ目は今までずっと出てきたコラボ企画についてね、こんな企画がありましたっていう、まあ、ご紹介だけじゃなくて、どうやってやるのかみたいな話もしていきます。で、二つ目で、コラボに限らず新しい企画をね、公務員がやっていくにあたって、どうやってこうアイディアを出していくのか、どうやったら取材がいっぱい来るような企画を作れるのか、このアイディア出しの方法を、これはね、グリコの時代の話とかもいろいろエピソードトークとか交えながら、結構面白いですからね、アイスの実の話とかするんですけど、これめちゃくちゃ面白いんでぜひ聞いてくださいね。はい、これとかも含めて企画をどうやって作るのかっていう話をしていきます。そして最後、これ災害時の広報、さっきやった話ですけど、これね、私当時広報担当してて、記者さんと結構いろいろ仲良くなって話聞いたんですけど、記者目線から僕らがその災害で電話した時に僕らがどう映ってるかみたいな話とかもさせてもらいます。で、この記者目線で見たらね、災害時の広報これじゃあかんなってわかるんですよ。
すごくこれはね、勉強になるんで、時間的にはもう最後の10分、20分で話しちゃう内容ですけど、ここ結構大事なんでね、この1、2、3、結構今日、目白押しの内容でお送りします。ただ、これ最後に書いてる通り、今日、2時間枠ですからね、私2時間もずっと喋りませんよ。ちゃんと皆さんが求めている休憩、この10分休憩は、ちょっと時間前後するかもしれませんけど、必ず入れます。必ず入れるんで、そこはご安心ください。さあ、それでは早速一つ目、コラボ企画についてやっていきましょう。これね、まずまあ、過去のコラボ企画ご紹介していきます。こんなんやりました、タコかっていう話ね。別に自慢じゃなくて、実際にこんなんやりましたって、まあ、参考として今から見ていきます。はい。一つ目、ドン。神戸ローストショコラ。通称、神戸ショコラ。おいおい、タコか待てと。もう消防と関係ない商品いきなり出してきたぞと。そうなんですよ。これね、グリコの出してた商品なんですけど、私ね、消防に入って、1年そこらで急になんか市役所の企画調整局っていう全然消防と関係ない部局に飛ばされたんですよ、2年間で。その部局がたまたま民間企業とお役所って今まであんまりコラボとかしてなかったけど、そういうのしてこうぜみたいな部署がそこにできたんですよ。あ、ほんなら私もともとグリコ社員やから別につなげますよ、おつなぎできますよってやったのがこれなんですよ。で、もともともうグリコさんがね、神戸ショコラやろうとしていて、もう商品名も全部決まってて、パッケージの方も決まってたんですけど、私がやったのはここ、もうこの商品を神戸市役所が認定しますと、神戸市認定の商品ですというふうに立て付けをつけただけなんですよ。でもね、これすごく実は大事で、お客さんにとってはね、こんな市役所が認定してるからだから投げんねんって話じゃないですか。でもこれがね、これが効果があったんですよ、バイヤーさんに。神戸のグリコの工場で作って、で神戸でローストしたなんかカカオ使うとかね、めちゃくちゃ神戸にこだわってる商品なんですけど、そのダメ押しで、最後のダメ押しで神戸市も認定してますっていうこのロゴをつけたおかげで、バイヤーさんもそこまでグリコが神戸にこだわってるんやったら、もうちゃんとやってる商品だよな、じゃあ並べてあげましょうかとお店にってなって、すごく並んだというふうに私聞いてます。はい、これもね、言っていいかどうかじゃない、まあそういう話聞いてます。はい。で、この商品やったんですよ。で、この商品だけじゃなくて、私グリコ時代にいろんな企業とグリコが、まあ、コラボというかタイアップしてやってるのを見てきてるし、これもやったから、あ、これも全然消防でもできるやんと確信を持ったんですね。で、2年間この部署行って終わって、帰ってからも消防で早速やったんです。それがこれ、消防隊カレー、ネーミングそのままですね。これね、あの神戸の MCC 食品さんっていう企業さんがあって、声掛けさせてもらって、私から、あ、そうそう、今からいろんな企画ありますけど、全部私から基本的には声掛けさせてもらってるんですよ。で、提案させてもらって実現してるんですけど、これも MCC 食品さんに声掛けさせてもらって、レトルトのカレーとかスープとかにする会社なんですけど、やらせてもらって、パッケージの後ろにこういう、まあ、防災の情報をちょっと載せてると。だからいちいち今職員がね、手でチラシ配ったりせんでも、これ商品売るだけで、売れば売るほどチラシ配ってるのと一緒みたいな考え方でこうやりました。これすごくね、あの、良かったですね。テレビもいっぱい来てくれました。はい。ってとこ一つ目、あ、ちなみにこれどこが消防隊カレー、どんな味やねんって言ったら、神戸市の消防学校の食堂で出ているカレーの味、これを再現したやつで、まだ売ってますからね、普通に、神戸とか、あ、神戸とか関西とか関東を中心に普通にまだ売ってます。探したら売ってます、通販でも売ってます、パッケージちょっと変わったけども、なのでこれよかったらまた食べてみてください。はい、ということで、まず何の CM で、はい、じゃあ次いきます。はい、これがまあ皆さんよく知ってるやつですね。兵庫県の消防車と結構皆さん知ってる方多いと思います。神戸市消防局とカシオの G-SHOCK がコラボしたという、まあ皆さん、まあ、時計マニアというか G-SHOCK マニア全員超びっくりしたっていう G-SHOCK 神戸市消防局モデル、まさかお役所が民間企業とこんなコラボしてくれると思ってなかったっていうところで、いきなりコラボしたんで、めちゃくちゃこれ話題性ありました。しかも G-SHOCK っていうタフなね、時計のイメージと消防のなんかごついイメージがちょうどあって、すごくいい商品で、これなんかプレミアに今ついてるみたいで、結局ね、これが第1弾なんですけど、第3弾までやりましたね。これすごくいい企画でした。テレビももちろんめちゃくちゃいっぱい来ました。はい、全国ネットもテレビ2局ぐらい撮ったかな、すごく良かったです。はい。で、どんどんやっていくんですよ、ここからね。で、これはユーハイムさんっていうデパ地下でバームクーヘンとかを、まあ、メインでよく売ってるケーキ屋さんなんですけども、そことコラボして消防車のケーキ、でこれも店頭になんかポップ置いてもらって、神戸市の消防局からの情報みたいな感じで広報情報入れてもらったり、店員さんがちっちゃいなんかカードで神戸消防局からお伝えしたいことをね、あのちっちゃいポップカードでお配りしてくれたみたいな感じの企画でした。はい。
子供服コラムもやったんですよ。これだけはね、向こうの企業さんから話が来て、で私が、ああいいですねって言ってやったんですよ。ワールドビジネスサテライトっていうテレ東の番組に私が G-SHOCK で出て、その時にこれ見てもらって、ぜひ神戸消防とまたコラボ服やりたい話で実現したのがこれです。子供服のタグにね、こういう感じで火災予防の情報と QR コードのっけてるみたいな、そんな感じの企画でした。はい、いろいろやったんですけどね、まだ話は続くんですけど、事例まだいっぱいあるんで、一体高岡これ何がしたかったんで、そろそろ思ってきません？こんななんかちょろちょろなんかふざけたポップな企画ばっかりやりやがって、何のためにやってんねんと。これね、私お役所仕事を潰したかったんですよ。お役所仕事、もうな、皆さん公務員だからわかりますよね。そう、お役所仕事ってよくあるのこれじゃないですか。なんか PR せえって言われたら、あ、わかりましたって言って、とりあえずチラシ吸って配布しましたとか、どこぞのどこに置きましたとか、あとなんか1日だけどっかの駅前で職員がなんか 2,3 人出てこうやって、まあ、チラシなんか市民通る人に配りましたとか、これではいやりました。1個目で、2つ目やりましたが、この実績作りで、そのイベントでどっかのイベントに行って PR ブース建てました。誰もその PR ブースなんか全然人来おへんけどみたいな、 PR ブース建てて PR しました、あるじゃないですか。なんかポスター作って街の掲示板に全部貼ってもらいましたとか、あるじゃないですか。でこれでなんかもうどれもこれも PR 効果がどれだけあるかちょっといまいちわからんけど、金だけかかってるみたいな。ただもうこれで一応3件もう PR 3件もやったんで PR 頑張ってますみたいな、そういうね、お役所仕事、これ本当私当時嫌いで、神戸もまだあったんですよ。今もだいぶ減ってこういうのなくなってきてるんですけど、当時のまあお役所、まあ、神戸含めてこんなんいっぱいあったんですよね。でも私コラボっていう技ができるの分かってるから、それやったらもう税金かからへんねんと。1個もかからんと全部企業の金でできるし、公費とか税金投入ゼロでどんだけ広報効果出せるか見したるわよ、お役所仕事潰したんねんという気持ちで当時始めてたんですよ。だからいっぱいいろんなコラボ企画やったんですね。はい、でここからまあまた話戻っていくんですけど、ちょっとまあもうコラボ企画どんどんやっていくことになります。コラボ商品、これは女性向けの通販で全国展開されているフェリシモさんという企業とやった、神戸市消防局のこれ防火服と活動服の服をモチーフにしたペットボトルホルダー、これ結構ええ値段するんですけど完売しました。いい取り組みでした。はい、でこれも救援隊キャンディーっていうアメちゃんなんですけど、一番有名なこと言うと何かな、プッチョとかいうアメちゃんを出してる、ソフトキャンディー出してるユーハミ格闘っていう大阪の企業があるんですけど、そことコラボしてやった熱中症予防をテーマにした塩味のキャンディーなんですよね。でこれ結構売れて、まあ、やっぱすごくね、がっちりハマったらね、バーンって売れるんですよね。三大コンビニ、ローソン、ファミマ、セブンイレブン、この3つ全部全国版で入ったし、スーパーがバーって並んだんですよ。ただちょっとね、私こっから私の感想になりますけど、ちょっとね、塩味がねきつすぎたんだと思うんですよね。でその塩味がきつすぎたせいかどうかは知りませんけれども、まあ、2年目でちょっとだいぶ弱ってしまって、もうそこから消え去っていったみたいな、そんな感じの商品です。はい、でもすごく良かったです。もうパッケージの裏とかね、そのアメちゃん一個一個の包み紙のところに熱中症予防の知識とかが全部書いてあって、すごくこれいい取り組みだったし、拡散効果すごく良かったです。はい、ね、あとこんなんもやりましたわ。あの、ね、猫の爪研ぎ消防車って、なんか猫って爪研ぐときに段ボールとかでなんか爪研ぐんかな、なんかそれでこういう段ボールの箱って結構グッズとしてよく売れてるんですって。でまあ、そうあ、この話すみません、県の小学校では言ってないけど、ペットって猫とか犬って結構普通に火事起こすの知ってました？よく言われてるのが、スマホとかを犬が噛んだら、その牙がそのバッテリーに刺さってそっから火出るってあるんですよ。でそうじゃなくても電線コード、電気コード、それを噛んでそっから火入れるとかもあるんですよ、ショーとして、ね、あ、それと別で私出動したんでありますわ。犬がそのコンロのところのにワン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 って立ってワンワンってした時に、そのままボタンを押してもってボワってコンロ火ついてね、まあ、なんで犬がワンワンでそんなしてたかっていうと、コンロの上に自分のペットの犬の餌が置いてあって、それ取ろうとしてワンワンってやって、そのままポチッと押して、そのまま火ボってついて、それがまあその餌とかに燃え移って火事になったっていう、犬死んじゃったんですけど、そのあったんですよね。まあまあその話どうでもよくないわ、だから気をつけてくださいね、ペット飼ってる皆さん。はい、まあその話も、すみません、この話県の学校の研修しないんで戻りますわ。はい、ということでね、こんな感じで、ペットボトル
ペットボトルじゃん、猫と猫の爪研ぎ消防車、今度やりました。はい。で、それからボクサーパンツ、これも、ね、結構尖った機械なんです。これもフェリシモさんとやらせてもらいました。防火服デザイン、これ活動服デザイン、これですね。はい。で、あとこれ消防団の服のデザインみたいな感じで3種類やりますね。こんな結構弾けた企画も当時やってましたね。はい。思い出しましたね、これ。はい。で、ここまでいろいろね、商品出すとね、まあ、否定的な意見も出てくるんですよ。これ、高岡やってるけど、商品買った人にしか広報の内容届いてなくないって言われることあるんですけど、アホかと。広報効果はメディアの露出、要はどんだけ取材されたか、どんだけ新聞に載って、どんだけテレビに出たか、どんだけラジオに出たか、それのトータルで見るもんであって、その商品買った人どうこうじゃないでしょと。当たり前じゃないですか。で、コラボ商品なんてね、もう見ての通り、ちょっと見てるだけで面白いしポップやし、そこにちゃんとその公的な広報も載ってるんやから、もうやったら、もう当時なんか珍しいし、テレビとかもう新聞とか普通にバンバン来るんですよ、ね、だからすごく露出効果高いんですよ。効果高い。しかもテレビなんてね、その1個の商品出しました言って、それを3分4分枠でやってくれるわけですよ。で、その中でね、コラボ商品だけで見たら、例えばカレーで見たらパッケージの裏に書いてること、ちっちゃいことしか防災のこと書かれへんけど、テレビが3分4分それやったら、その中でいろいろ消防局が言いたい情報をペラ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 、もう向こうがいろいろ情報を載せて発信してくれるんですよ。それ以上に大量の情報を。だからすごく効果高いんです。それはすごくいい取り組みなんですよね。税金かからへんし、はい、まあ、実際私の人件費かかるけれども、まあ、それは置いといて、だからいい企画なんで、メディアロス効果高いんですよ。で、だからどんどんやっていこうと。ただもうずっと商品ばっかりやってて、ちょっと言い方だけど、ちょっと飽きたなっていうのはたんですけど、まあ、それはまあちょっと置いといてね、秘密にしといて、コラボって商品だけじゃないじゃないですか。別に商品以外とコラボもできるんですよ。それは分かっとったんで、こっからちょっともう商品以外やろうという方向にちょっと私高岡は舵を切り始めました。で、一番初めやった、初めかどうか知らんな、一つやったのはこれ、ゲームの会社とコラボしようと思って、これ絶対絶命都市4っていう、絶対絶命都市4、プレイステーション4で発売、まあ、当時の最新のゲーム機で出たゲームなんですよ。で、4っていうだけあって、1、2、3があって、シリーズもんなんですよね。第4作目なんです。で、1作から3作私知ってたんですけど、これ毎回毎回大災害が起きて、で、主人公がその大災害が起きた街から脱出するみたいなアドベンチャーゲームなんですよ。で、普通のゲームって、まあ、進めていく中でアイテムをもらったりするんですよね。それが例えば、今より強い剣を手に入れたアイテムとかね、なんかアイテムで今より強い盾を手に入れたとか、そういう感じで、まあ要は話が進んでいくんですけど、これ災害のゲームなんで、なんか要は物語が展開していくと、カロリーメイトを手に入れたとか、缶詰を手に入れたとか、ジャッキを手に入れたからこれで瓦礫の中の人を助けれるぞとか、そういう感じでアイテムをゲットできるんですけど、そこに加えてアイテムと同じノリで防災の知識、なんかジャッキで瓦礫の下にいる人を助ける方法をゲットしましたみたいな感じでね、防災の知識をゲットしよるんですよ。で、それじゃあ何ってボタンを押して見てみたら、要はジャッキで、車に積んであるジャッキで瓦礫をどける方法みたいなのが詳しく書いてあって、それはゲームやってる人絶対読むから、めちゃくちゃ防災の勉強になるっていうゲームやったんですよね。これいいやんと思って、まあうちの方から声かかしてもらってコラボに至ったと。当時結構やっぱりね、これちょっとふざけた動画あるゲームなんで、まさかこの絶対絶命都市というふざけたゲームと消防っていうお堅いところが、まあ、コラボすると、しかも消防から声かけたみたいな感じで結構話題になってね、ツイッターとかでバズりました。はい、これいい思い出です。はい、こんなのもやりました。で、ゲーム会社以外にも学習塾ともコラボしました。日能研っていう、その中学受験をやってる、全国展開してる塾、学習塾あるんですけど、それの日能研関西、これとコラボしまして、あそこの、ね、日能研関西ってその車内広告、電車の中の中吊り広告みたいなのやるんですよ。で、毎回毎回ね、まあ、こう電車に乗ってるじゃないですか、釣りかもって。そしたらちょうど見えるところにそれが貼ってあって、入塾してくださいねみたいな内容のチラシじゃないんですよ、ポスターじゃないんですよ。毎回どっかのその学校の受験問題を貼ったりしよるんですよね。だからサラリーマンもみんな必死で
もう解けへんな中学校の受験の問題なのにとか言いながら見て問題解くみたいなね、結構そういうオリジナリティのある面白い広告出してる会社なんですよね。でそこの会社さんとコラボして、まあ、問題のベースは灘中っていう難しい中学校の問題をベースにして、消防車がどんだけ放水できる面積があるかみたいな算数の問題にしとるんですけども、算数の問題にした上でこれでコラボして結構話題作るんで、その代わりうち下のここのちょっと場所くださいと、ここで阪神淡路からもう23年経つんで防災の候補ここうちの分入れさせてくださいってこの場所もらったっていう、こういう結構面白いコラボもしました。これ個人的に結構気に入ってるんですよ。はい、私が日曜日に昔通ってたっていうのもあるんですけどね、はい、っていうのをやりました。でこれもう防災の今なんか防災ちゃうわ、コラボの企画の事例紹介いっぱいやってきましたけど、これが一応基本的に最後で、かつ一番威力があったコラボ、これ、ね、フジテレビ、あ、すいません、正確に言うとフジテレビキッズっていう会社なんですけど、そことコラボしてポンキッキっていう昔子供向けの番組で大活躍していて、今もねいろんなテレビ局で大活躍大暴れしているガチャピンと、今ここにあるムックっていうキャラクターがおるんですよね。そのガチャピンとムックとコラボした、これ、ね、経緯で言うと、たまたまですよ、神戸市の防災イベントで、まあ、そのガチャピンとムックが来るみたいな防災イベントが あって、まあ、それフジテレビがまあ主催というか、まあ、企画してるようなやつがあったんですよ。それを神戸のどっかのショッピングモールでやるから、つきましては消防さんもすいませんけど消防車両展示してくれませんかと、子供のためにみたいな、そのお願いでこのガチャピンの担当者が来とったんですよ。え、ガチャピンの担当者に来る、捕まえなもったいないやん言って実際に捕まえて、フジテレビの人と、うちのわけのわからんぐらいの消防車とかいろんな装備使ったらめっちゃバズった企画できますよと、やりませんか言って、でそこから協賛集めてやったのがこの企画で、実際に特別隊長に就任してもらって、で YouTube の動画撮ったんですよ、その協賛集めてね。でこれがガチャピンムックの火の用心っていう動画なんですけど、 YouTube でも今見たら6000万回再生ですわ。税金使わずに公務員が作った動画としてはもう爆発的というか、多分トップ級なんですよ。トップなんちゃうんかな、いや知らんけども、はい、なんせこれすごく良かった。で、まあ、どんだけ良かったかというと、これツイッターの当時の画面ですけど、これね内容的にはムックがヘマしよって火事起こしよるんですよ。でこれガチャピンが今ムックがいる部屋に助けに行こうとしてるんですけど、これエンジンカッターっていう道具で金属製のドア切りようんですよね。で見てわかる通り、これ今から助けに行くぞみたいなのを書いとるんですけど、その前にガチャピンが燃えるんちゃうかみたいなことでツイッターで結構バズって、ボーンって1万リツイートいきました。もうね今ツイッターじゃなくて X になっちゃったけども、これ1万リツイートいきました。でこっちも Yahoo のトップ画面、特別隊長にした式典やってそこに来てもらってバンって記事になったら、それがそのまま Yahoo トップの1番にとこ取ったんですよ。やったーみたいな、おすごいなーって、これで調子良くなった私は動画に2個目を作りました。2個目はガチャピンムックの危機一髪です。はい。で、これやったんですけど、前編と後編に分かれたんですよね。で、もうさらにいろいろ刺したいと思って、ガチャピン隊長をヘリに乗せて、これまたね、ムックがヘマしようってね、助けに行かなあかんくなって、まあ、ガチャピン隊長ヘリに乗るとかね。で、このムックちょっともう話題作るために死んでもらおうかと思って、ムックをもう心停止させるっていうのもやりました。もう実際最後どうなったかまた見てください、はい、そのまま死ぬかどうかね。でもこれムック死んで AED 貼って、でももう心電図も完全にフラットでムックって全身が K なんで、そこに心電図貼ってもダメなんですよ。ほんまは胸、人間でもそうですよ、 AED 貼るときって胸毛がめちゃくちゃ濃かったらちゃんとカミソリとかで剃ってから貼らないと効果がないんですけど、ムックなんで全部 K やから、まあ、ちょっとそんな意味ないんですけど、まあそれはもう物語上だからいいんですよね。まあムック死なないでってなってるシーンです、これね。はい。で、私これまあ、消防局の、神戸市消防局の人間としてこの企画やったけれども、当時思ってたことがあって、この第2弾の動画撮るにあたって、これね、やっぱり消防局の人間やけど、神戸市消防局っていう神戸市の人間なんやから、神戸市全体 PR したらええやんと、消防だけに取られる必要ないやろということで、私観光局に何の断りも入れてないですけど、パンの街神戸を PR したろうと思って、ムックがねパンを大人買いするシーンとか入れたんですよ、美味しそうなパン、この後またムックヘマやらかしてフランスパンめっちゃでかいやつ丸飲みして窒息するんですけど、まあ、それはまた見てください、どうなったか。はい。
回ガチャピンムックの危機一発ね、はい、こんなシーンも撮りました。でやっぱり神戸といったら神戸ビーフじゃないですか。だから2人で神戸の夜景の一番綺麗なところで2人で神戸牛食べて美味しいねみたいな、そんなシーンも撮りました。こんな動画をやりました。つまり最後なんか私がなんか神戸愛をなんか言うだけみたいな感じのところになっちゃいましたけども、はい。で、まあ、ペラペラ喋りましたけども、これ過去の事例紹介ここまでです。はい、正直にここまでの件数入れんでよかったんですけど、ちょっと2時間枠っていうのが長すぎて、私これ2時間持たそうと思ったら過去の事例紹介で時間取らないと、これ2時間使い切られへんわと思って、すいません、ちょっと事例多めに入れました、ごめんなさいね。はい、で実際じゃあこっからはコラボ企画どうやって実現するんですかみたいな話、これまあ皆さん聞きたい方おられると思うんで、ここの話をこれからしていきます。はい、で一応ね5つのステップにしてみました。で、まあ、今回はこれ、まあ、言ってきますけど、ちょっとすいません、もうねだいぶね私思うんですけど時間がやばいんですよ。で県の小学校でやった時はやばくなかったんですけど、私子供のご飯を作らないとそろそろお迎えの時間が来るんで、もう飛ばしていきます。でも動画をそろそろ終わらせますからね。はい、で一応まあ5ステップあるっていう話しました。で公平性を確保します。まず公平性確保しちゃダメですよ、コラボやるにあたっては。カシオとだけやってたら、お前なんでカシオとだけコラボすんねん、ずるやんけんみたいな意見が出るから、だからいや、カシオさんともオメガさんともセイコーさんともいつでもその声掛けがあればやる、提案される土壌は作ってるんですよっていうのをまず作るんですよ。言われたらコラボできるんですよっていう土壌を作る。これしないと あいつだけ突っ込みたいな話になるからダメなんです。はい、これ大事、まずこれやります。そして2つ目、自分の中で考えた企業さんとどっちも得する。消防とカシオさんもやってよかった、消防もやってよかった、ね、そうなるように企画を頭の中で練る。消防だけ得してカシオが協力するだけみたいな、そんなダメですよ。ウィンウィンになるっていう構造を作ると。でここから3、4同時に出しますけど、これねこれちょっといろいろ後で言われると思うんですけど、で本当はこれ県の消防学校の研修ではもっと後でめっちゃちゃんと喋るんですけど、上司に相談するのはできるだけ後にしろっていう話ここでしてます。これまず先に相手方の方に連絡して、先に上司にねこんなことやろうと思ってるんですけど言ったらダメなんですよ。先に上司に言わずに先に相手方に連絡して、実現可否できますかどうですかっていうあたりをつけるんです。であ多分向こうもね、それは別に社長最後社長決裁とかになるから社長に聞いてないんで分からないですけどって言いながらも、担当レベルで多分まあこのレベルやったらできると思いますよとか、できる可能性結構ありますよとか、そういう回答をしてくれるんですよ、ね、そこをもとに話を固めていって、でもうほぼ実現できる、もうサッカーで言ったらあとボールをポンって蹴るだけでゴールできる、できたらそのあたりまで持っていって、その時点で上司に相談する。これ大事なんです。ちょっと皆さん多分ね消防の方なんで授業受けてはるのちょっとって思ってると思います。そんなんね、この階級社会の消防においてね、そんな上司に隠して最後に言うようなことしたら、いや俺そんなん聞いてへんねん、何隠しとんねんって怒られるやんかという話あると思います。それは分かってるんですよ。ただそれはあるんだけれども、それだったらそれでうまいことやって、初めにちょっとジャブ程度だけ情報を与えといてね、コラボとか考えてるんでちょっといろんな企業渡ってみていいですかっていうぐらいの話を聞いといて、ああいい渡ってみって言われたら、あとはもう肩身に固めまくった状態で最後上司まで持ってって、もうこれできるんですよっていう状態までも自分の中である程度固めた上で上司に最後見せる。これ大事なんですよ。で今回皆さん、まあ、消防司令法っていうのを承認されたっていう形で研修受けてあるってお聞きしてますけども、聞いてますけども結局ね、自分が階級が上がったり、まあ、上がらんでも先輩になったらね、後輩が提案とか上げてくるじゃないですか。でやっぱりね、自分が階級上になったりしてると下から上がってきた意見に対してチェックするっていう形でどうしても なっちゃうんですよね、普通の人って。だからどんなにいい上司でもやっぱりやったことない新企画をねいきなり上げられたら荒探しモードに入ってまうんですよ、絶対そうなるんで。だからそれを避けるためにも、もう荒探しはもう自分で全部先にしちゃって全部固めてから上司に最後持っていく、この方がいいんですよって話、これをもうちょっと後でねもっと詳しくやります。はい、でこれ、まあ、ここまでしました。そしたらもうあとはもうやるだけなんですよ。実施決裁とか、まあ、必要なその役所の方の決裁ありますよね、決裁とか協定書、相手と協定書とか契約書結ぶやったら結ぶ、
必要な法務関係の話からやったらその法務部とかと相談してやる。でプレス発表をする、記者発表ですね。でそのまま実施するという流れになります。はい、っていう話をね、まあしたんですわ。でも言った通り、私ちょっと子供のご飯とかね、お迎えがあるんで、そうそう終わりますけど、もう今日これ息抜き会だから、こんなこのまま2時間別に喋れるけど、2時間も喋ったらもう全てが間に合わなくなるので、私はここでもう話終わります。で一応今日の高岡坊さんの話はここでおしまい。本当はね、こっから先のそのさっき一番初めに言ったでしょ、今日のお品書き言ってやってた新しい企画をどうやって考え出すかみたいな話とか、またそのなんか記者目線から見た災害候補の話とか もうめちゃくちゃ面白いんですよ。実はこれめちゃくちゃ面白いんですけど、今日はすいません、もうそういう事情で私がちょっと、まあ、息抜きでやってるだけなんで、ここで勘弁してください。はい、でね、まあ今日は一応これで終わります。もうこれが最後のスライドでね、まあ、いつも通りほら、あの防災講演会私やるのが本業で、講師業本業なんで、あの講師お願い、まあ、この内容でもやりますわ言ってくれたらね、はい、どこでも行きますよ。防災講演会、普通 あの命を災害から守るための防災の講演会やってますんで、あのお声掛けいただいたら行きます。高岡武史で検索してもらって Google でも出てきますし、私のホームページ、このチャンネルの概要欄にもホームページのリンク置いてますんで、そこから行ってもらっても大丈夫です。まあいろいろペラペラ喋りましたけどね、まあ、今回も結局まあ息抜き会というか、まあ、楽しくやらせてもらったなっていう感じです。分かってるんですよこれで、こういう息抜き会の方が結局再生回数伸びようんですよね。分かってるんです、残念ながら。16年前の賞味期限切れた缶詰食べてみたとか、救急車でこんな出動、変な出動があった参戦とか、そんなやつの方がね、もう結局ね伸びるんですよ再生回数としては。ただね、私はもうそれでいいと思ってるんです、まあ、今日みたいなやつも含めて、なんか見てて楽しいコンテンツも織り交ぜながら、ちょくちょく真面目な内容とか勉強になる、ね、内容をねチャンネルの中に入れていくんで、ずっとなんかそのアホみたいなとか別にしてへんけど、なんかそのあんまりなんか防災っていう内容じゃなくて、ちょっと毎回ずれてる雑談会みたいなやつをね、毎回見るわけじゃなくて、たまには真面目な防災会も見てくださいね。勉強になるんだから、命を守るために、はい、ぜひやってください。なかなか時間ないのにめっちゃ喋ってもらった。はい、ということで、何本喋ったか分かりませんけども、これで高岡防災の話を終わりたいと思います。私は今からご飯を作ります。八宝菜を作るぞ。よし、ということで、今日はお話これで終わりにしたいと思います。長い間ありがとうございました。